お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらのアンプリ枯渇の進化系キョスケ枯渇、はい、やっていきたいと思います。ということで、アンプリのプリンスかな、はい、プリンスがキョスケにね、変わりまして、そしてあとはね、鏡も入ってきましたね。まあ、基本的にはロケットの枠かな、はい、鏡になりましたよということで、まあ、アンプリのリニューアルバージョン今日はやっていこうと思います。で、そのグラチャでやっていくんだけど、なんかね、枯渇多いっすね。てかまあ、枯渇デッキなんですけども、僕のこれはね、キョスケ枯渇。キョスケに弱いです。あ、キョスケね、枯渇に弱いです。はい。ってことで、まあ、高回転枯渇当たるときついかなっていう気がしました。まあ、マッチングはこんな感じですね。まあでも基本的には、まあ、ロケミラーとかがないので、まあ、その代わりにバレルミラーだったりとか、まあ、あとムートミラーが結構強いですかね。そう、ムートミラーをいっぱいしようと思って、とけばなんとかなります。はい、ってことでやっていきましょうか。まあ、基本なんかもうほんとキョスケミラー、ムートミラーで低め低めに飛ばしていくんですよ。低め低めに飛ばして、なんか枯渇デッキなんだけど、ちょっと枯渇とは違ったね、まあ、神器デッキって言いますか、陸のね、攻め要素が入ってくるって感じかな。いや、うまっ。それは頭脳プレイヤーだろこれ。さすがにこれはね、レベチマジアチ来てマジアチされたんで、まあ4コスト相手の方が少ないわけですよ、言ったら。これはちょっと攻めていこうかな。ああ、オーリチュー、そして。頭脳プレイヤーかつオーリチューですね。なかなか強いぞ。そして相手はデリバリーか。いや、デリー特殊っすね。なんだこのデッキ、あんまぐらいに来たら。わあ、すごい。すげえな、引いた。ちょっと待って、いや、動画的に美味しい。ボコボコにしよう。多分負けないでしょ、打っとかなければ。バリー。さあ、トルネデリバリーか。なんか変な引いたっすね、これがまた。さあ、勝ったと思ってんのか。で、相手のマジアチャやだね、俺は。そう、あのマジックアチャの処理方法がマジでないから、まあトルネ待ってる。おお、さあ、マジアチャ取れだけ気をつけていこう。さあ、ここ上と下で分けて、しっかり対応して、いや、勝てそうだな。ロケないけど、相手もバレルの木がめちゃくちゃ優秀ではないんで、これデリをどっちかに落としたい。いや、いい。めっちゃめっちゃいい。ムート頑張ってる。プリンにデリかな、これ。これ、エリアドパーティー、結構炸裂してるっすね。さあ、低め低めっすね。低め低めに、まあ、キョスケとか、まあ、ムートが理想ですけどね。出していけると結構熱い。まあ、ここ暇だし、一回バレル飛ばすか。よいしょ。さあ、反応もおじいちゃんだね、よいしょ。まあ、ここは上としてしっかり分けてね。え、気をつけが届いてる。え、なんでその、変な取るの。お前。口だけか、もしかして。こいつ。こいつあるぞ、俺。もしかして。スタンプだけやろうな。仕留めるぞ。で、これはもう両サイズで。よいしょ。こっちで攻めながらのトルネードがあるでしょ、あなた。うわ、デリバリー。え、でも、これはどうすんだい、止まんないよ。あ、ムートが、おい、おい、ほれー。いや、待って、まだ勝ってる。あぶね、そういうやつ、大抵負けるぞ。トルネマジアチ来るからね。うぃ。よいしょ。さあね、これトルネード剥がされても絶対大丈夫だと思うんで。こう、形組んで、若さの、デリバリーを見せてちょうだい。おい、若いね。でもデリバリー使いたい。くるるるい。そこ守れんのか。ああ、こっちだけやないか、おい。さあ、謎の煽り中ですね。いや、やばいな、元気だ本当に。よし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 。だから基本的には本当にこういう感じで、まあ、枯渇デッキではあるんですけど、まあ低め低めにね、あの、ムートとか、ダックプリとか出して、まあ、キョスケムート、キョスケダックプリの形を組んでいくって感じかな。はい。あ、これ FMGG、なんて読むんだろう。この人ね、あれっすよ。あの、WCG だっけ？あの、クララリーグ2年目の時の中国での大会の個人戦で、あの、優勝かな？準優勝かな？いや、結構強いっすよ。さあ。と言いつつもマジアチャでミスってるな。
さあ枯渇デッキではあるんだけど、こうしっかり様子を見ながら行こうか。いやーこれちょっとめんどくさいね、流れが。さあちょっとだけ痛い。ムート壊れないでほしい。いやでも絶対壊れるなこれ。うお、奇跡。でこれ相手取る手なんで、あーそれはうまいわ。入る前に殺されてる。うわーこれやられたっすね。これダクブで出してもさ、ムートで走るよねこれ。これ走らないわ。あんのか、すごい走りそうだな。走らないのか。まあいやーこれ痛えか、バッテリーごめんなさい。さあちょっとゴルナイマジアチャが厄介になってきますけど、まあ全然戦えそうではある。うん、低めにユニット出して、ユニット貯めてからのゴブリンバレルですね。両サイここマジアチャ射抜いてくんのかな。射抜いてきたら美味しいな。サイド逆だし、射抜いてこい。さすがに射抜きはしない。僕守ってれば結構いいんだよ。これ壊したいなー、あのマジュチャ。マジュチャうまいね。からの、まあ、トルネがあるんで、これ。ちょっとずらしてね。禁忌されたくない。あー、されるか。オッケーオッケー。いいよ。でかい。マジでかい。バカでか。いやー、で、これ遅れて、しっかりと。マジアチャはまあ来るかもしんないけど来ないか。よし、無理もできないと相手は。よしでこの辺にワンチャンなんかくる。あっ今日聞きだよね。さあゴブリンブレル飛ばして、で低めに水出して、いやー取れない。いやでもゴブリが入る。おっく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 っ、取るしかないからさ、マジでかい。でこういうのを延命してあげて、よしよし。さあダックトリで守って、いやでかいね。呪文雪しかないくても、このトルネマジアチャにね勝てるっていうので、まあ、相手がウッドナイドもあるんですけど、もうお互いきついよね。俺はマジアチャきついし、あっちはねゴブリンバレルきついしみたいなところで、さあ勝っていく。このプレイヤー結構上手い人ですよ。さあベスト世界15位ですからね。なかなかのトッププレイヤーを撃破していく。さあミミズネームですね。いや、いいよ。だからまあ、だから、序盤あれかもね。あんまゴブリンバレルこれ。飛ばす方がリスキーかもっすね。近起動されるし。まあ、相手が空とかだったらね、アウトロミラー、プリンミラー、雪のミラーとかでもいいと思うんですけど。よいしょ。さあ、安心、安全、キョスケ。基本的にはね、2倍タイム入るまで後ろから、キョスケ、ダックプリムート、アウトロー。もう後ろから流すだけでいいですね。なんかね、やっぱ高回転枯渇はめちゃくちゃ攻めますけども、アウプリとかのちょっと遅めの回転の枯渇っていうのはめちゃくちゃ攻めないんですよ、自分から。そう、あや、攻めずに後ろからに飛ばして、相手にコスト使わせて、みたいな。がね、あの、アウプリとかの戦い方なんで、おい、勝ったと思ってんだけど。よいしょ。ウッドが来るな。おーい。あー、これで、やばっす。激ヤバっす。来ました、エレジャイ。エレジャイだけはね、すごい嫌ですね。で、エレジャイ、どうすんのってなると思うんですけど、これ。意外とね、ムートでなんとかなるんですよ。で、まあ、ムートでなんとかしなきゃ勝てないんですけど、これ。よいしょ。マジでムートでなんかするプランです。これ絶対こっちもなんか出したいし。両サイ攻めてあげて。いいよ。これ、きついんじゃない？マジ、最近のデッキはね、トルネしか呪文入ってないからね。よし。ぶっ刺さり。いや、まあ、これ、間に合う。ダックプリ、お前は勇者。勇者、ダックプリス。お？お？トルネード使って、ゴブリンバレル。GG。じゃあね。あー、いい LSP。あ、思ったより入んないね。いや、これは、いや、そう、本当にね、ムートダックプリって、エリジャイのあの、反撃受けても解けないんで、ムートダックプリで、基本的にね、戦っていきたい。よいしょ。じゃこれ一発ぐらい共有しようか。危ねえ。もう2発入ったらビビるところでした。
さあ、まあムートとマジタックプリっすね。これ逆サイ来たら結構きついかもね。でも相手も一本守りたそうだから、よしよし、そう硬いユニットこれ残るんでね。でエレジェイが溶けそうなぐらいの時にアウトローとか出すのがいいかもね。よし、いやこれ突破できないんですよ結局、施設なくても。あとムートっすね、もうムートが最強施設にもなってくれるんで、よしよしよし。そうこれがね意外とエレジェイに戦えるこのデッキの強みかな。でさあ呪文がないので、こうユキも打ってあげてダメージ稼いで、ニョキー、エレジェイが出るのバガついね。まあエリポンためられるとまたちょっと怖いですけども、さあムートダックリムートミラーです。いやいいよこれ、小活すごい好きだな。まあ小活と言ってももう人気っぽい方がより強いけど、お前 T 来た YouTuber、ハイスピーやばいよね。足目なんだ。エレキハイスピーか、ちょっと珍しいっすねこれ。なんだろう。エレキハイスピー言うの。いやー珍しいねこれ。マジでなんだこれ。全然わかんない。おお、もうな。いやこれマジでわかんないっすわ。なんだろうねこのデッキ。まあ高めでちょっとしばきに行きますか。これさアウトローつけたらバカ強すぎない？そんなことないのかな。ザップ使って、よいしょ、これどう、ザップ使って、あーハイボマンドか。いやでもこれさムートが、あーめちゃくちゃいい位置だエリババだ。これムート地味に弾届いてね。あーまあまあ、いやいや防衛うまい今の、マジか。さあメガナイトエリババユーノで攻めるデッキだなこれ。リザードとかワンチャン出てくるやつやんこれ。なんかよくいるやつだよ格上で。まあでも結局プリンちゃんで耐えるか。ハシプリワオホグ、まあ今日スケ出してもよかったけど結局メガナイトだしな。メガナイトホグだ、珍しい。これどうしようかな。なんかアウトローはメガナイト咲くまで基本的に出したくないっす、ね、これケツムートミラーからの結構熱くね、キョスケかアウトロー2からのカウントあるよね。よし、相手呪文マジザップだったから結構ゴリゴリ固まっていこう。いいと固めて固めていけば熱い気がする。延命してあげてね。いやこれでまあ逆かどっちかにアウトローとかやって、よいしょ、これメガナイトヒョスケあっちに出したいと思うんですよエリバボが。そう、あーうまい、うわユーナファイスピカンプできんのかよ。いやー分かってますねこのプレイヤー。あでもヒョスケ届いたでかい。あのユーナ強でいいやろ。僕はちょっと痛いのでユキでも使って、いやーいいカンプ熱い。いやーここはワンチャンメガナイトも来るので無理はしないと。よいしょ、さあちょっと怖いような気もするんですけど、こういう時に強いのがねもう後ろムートです。はいこれ相手ガチ突破できませんこれ。でメガナイトの逆のアウトローは最強ですね。いや相手のファイスピの使い方うまいっすね本気で。さあハイボも使ったのでアウトロー、まあ、僕は今攻めるメリットはないですね。攻めてもカウンター食らうだけなんで、それなら後ろからおとなしくしようぜっちゅう。でこう攻めてきたところ、あじゃあカウンターやろうかなっつって感じですよね。さあこれ熱いですよこれ。今日スケダックプリの右にやっちゃおうか、左もね相手対応しないといけない。であれこれやばいかな。いや入ってくれて祈る。あ今日スケの爆破が届いて、はいゴブリンプルミラーズスケ、いやガチ強くねこれ、やばいよね。なんか一生後ろからユニット出せるのがいいですね。キョスケ流す、ダックプリ流す、ムート流す、プリン流す、アウトロー流す。だから後ろから流せることのメリットは相手に強制的に攻めさせるというかね。そう相手から相手もね後ろから流すカードがあればいいんですけど、それ僕は4枚5枚あるので、相手が4、5枚後ろから流すカードなかったら
全部美味しくなるんですよ。ランバーとか出してもこっち陣地でね簡単に処理できて、自然とカウンターのね形ができるんで、マジ後ろからユニット流すだけゲーですね。さあ TikTok か、踊ってんのか毎日、見てみて。おい、さあ初のラバー来ましたね。これ虫かな、さすがに。いや、ラバにたるはまた珍しいですよ。ホイタルか、焼きシャンデッキやん。昔使ってましたよ、焼き鳥が。ポイズンタルババのラバ。お前しか使ってないやん、言うて。めっちゃ強くて流行ってたっすね。いやー、これアウトロー。これでいいのかよ。まあでも。あ、うわ、マジでポイズンタルババやん。やばいやばいやばい。デッキが来てる。さあ相手はタル使ってからのババディガっぽいでタルが回ってないので、ピョーイ、これ何で見てる、あーもう、これもう一回飛ばしたいな。ゴルナイとかあればね、ゴルナイからのバレルいけるんですけど、なんとこの敵優しい、チャンピオン入ってない。まあまあまあ、これでも攻め得っすね。相手に結構コスト使わせられるし、ホイタルだったらこういうデッキ絶対きついと思うんだよ。さあ、リークも薄い。いやー、これ結構熱いな。さすがに今回は勝ちたい、これ。相性悪くないと思うっすね。うん。さあ、で、対空がわかんねえな、アストラが。もうアウトロー蓋しちゃう。ゴリゴリ。だな、ゴブリンバレルまで行ったよ。やりすぎこれ、絶対いらなかったーっつって。でも相手もこれ対応しないといけないんでね。いや、めっちゃ攻めてえな、あのインドラでも。さあ、インドラって怖いっすよね、マジで。思いません？インドラに僕ビビっちゃうんで、一回あの、お散歩します。一回お散歩して、しかもなんか、たまたまこれ、いい感じに防衛の。ああ、まあこのプリ延命はね、しょうがない。うん、でも相手このダックプリとかにね防衛コスト使わないといけない。ババか、いや、ババもいたしな、出てくるぞ俺ここが。タル使った、ムート入れ、入んなく、よしよし。いや、流れはね結構いい方だと思うんですよね。さあプリンで蓋しつつ、いや、これぶっ破したいな、結構結構ぶっ破しなきゃ逆にやばい気がしてきた。インドラ、こんにちは。いやー、インドラも呼んでる。からのゴブリンバレル、ババが来るな、これ。ババ？え、ババは来ない。ババが来ない。え、ババのコストがないんだ、この人。いやー、ババ来たー。やばい、キング行かれる、これ。いやー、守ってくれ、守ってくれ。頑張れ、俺のユニットたち。頑張れ、頑張れ。いや、キング怖い。マジで怖い。相手意外とリークあるよね。最強ダックプリ来た。タル？いや、これマジでさ、もう守れ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 。オーケーオーケー、ブーン入る入る入る、来たーい。さあ、ナイス。マジでポイタルだったね。やばすぎ。いつまで行きなよっていう。さあ、12の1ですね。やっぱきついのは単純に区画対決って感じかな。そう、ウッドがね、ないんで、相手ウッドあってね。はい、ということで、ぜひこの、アウプリ区画の最新版、キョスケ区画、いや、ガチ強いと思うんでね、しかも使いやすいかな。はい、やってみてください。よければチャンネル、高評価もお願いします。では、お疲れ様でした。